どうも、ケノシです。ということで、今回は動画制作の裏側として、僕のね、このチャンネルの動画がどうやって作られていくのかについて、まあ、紹介していこうかなと思います。で、例として挙げるのは、先週投稿しました、あの、ネコネコ日本史に登場する、まあ、猫以外のキャラ8選っていうね、動画あると思うんですけども、まあ、ぜひ、あの、見てみてほしいんですけども、その、動画ができるまでを紹介していきたいと思います。で、ちなみにこの動画ができるまで全部で大体6時間くらい、かかりましたね。なので、その過程を紹介していきたいと思います。で、まあ、工程としては、まず0番目として、このアバターですね。この真ん中に映っているこのアバターの制作。で、1番目として台本。2番目に撮影。3番目に編集。4番目にサムネ制作。という、この順番で作っているので、この順で紹介していきたいと思います。また、この動画の内容はブログ記事にもしてあります。ぜひ概要欄から見てみてください。ということで、始めていきましょう。はい、まずアバター制作ですね。これはもう事前に作ってあります。最近ね、このアバター作って、これにね、まあ、ちょっと VTuber 的な、ちょっとあんま詳しくはないんですけど、まあ、そんな感じでやっていますね。で、そのアバターについては、はい、こちらですね、 Vloid Studio です。 Vloid Studio っていうツールを使って、作りました。で、これですね、まあ、ちょっと見ればわかると思うんですけども、まあ、顔白いのはですね、これ猫猫日本史の沖田総司君を、イメージして作ったんですね。どうですか？あの、もちろん髪型はね、違うんですよ。あの、ちょっとちょんまげが、あの、あんまよくできなかったので、あの、ちょっと現代風にした沖田総司君ということで、まあ、似てるかどうかは置いといて、まあ、それっぽくなってるとは思います。で、このパラメーターみたいなところで、あの、目のね、こういうのを、あの、いじったりして、あ、作りました。そうですね、いろいろ目とか、あの、細かく作れるんですよね。こういうのを作りました。これ作るのに、まあ、3時間くらいかな、作りかかりました。で、お洋服はですね、これは課金してですね、一般の人が作って配布しているものを、まあ、課金して300円くらいで、買いました。この新選組っぽいね、服。いつも上半身しか映んないんでよくわかんないんですけど、まあ、こんな感じで作りましたと。で、これがアバター制作ですね。いつもこのアバターを使って、まあ、最近は撮影しています。はい、次はようやく1番目ということで、台本ですね。この台本についてなんですけども、僕、ブログをね、やっていまして、ネコネコ日本史とか、いろいろね、やっているブログなんですけども、そこでね、そこでもうすでに記事は書いているんですよね。で、この書いた記事をもとに、YouTube を作ってるっていう感じですね。なので、このブログ記事があるので、まあ、台本は実質ね、もう作られてるっていう感じです。はい、次は撮影ですね。撮影なんですけれども、先ほど見せたアバターはこのナイスカメラっていう、やつですね。これを使って動かしています。今動いていると思うんですけれども、これがちょうどカメラがついてモーションキャプチャーっていうのかな、まあ、されている状態ですね。今動いているんですけども、こんな感じでこれを、録画してやっています。もちろんいろんな方法はあるとは思うんですけども、例えばライブ 2D とかね、僕のは 3D モデル作ってるんですけども、あの、僕の場合使ってるパソコンが Mac ですね。 Windows ではなく Mac なのと、なるべくね、まあ、無料でやりたいなっていうところで、まあ、Mac を使って無料でできるとなると、まあ、多分これが最善なのかなっていう感じで、この Vloid Studio でアバターを作ってナイスカメラでキャプチャーしているという、こんな感じで作っております。で、もちろん背景はくり抜けるようにグリーンバックにしております。で、これをですね、Zoom ですね、ビデオ会議の Zoom を起動して、 Zoom の自分の画面をこのナイスカメラと連動できるんですよ。なので Zoom の画面収録機能を使って撮影している、録画しているという感じです。なので撮影はナイスカメラと Zoom、 この2つを使っています。はい、次は3番目、編集ですね。これがめちゃくちゃ大変です。まあ、大体この動画制作における8割型の労力はこの編集に費やされます。この編集が一番時間かかりますね。この動画作るのに6時間かかったって言ったと思うんですけど、5時間くらいはこの編集にかかってますね。でも、編集って言ってもいろんな工程があってですね、まあ、下のバー見てほしいんですけども、この撮影したやつですね、これをまあカットして、あの、見やすいように噛んだところとか、まあ、間空いているところをまあ詰めたりして、さらにこの背景ですね。この背景はまあ事前に作ってあるんですけども、これ背景もつけたりして、で、さらにこの字幕ですね、字幕。この字幕がめっちゃ時間かかります。あ、もちろん、あの、字幕つけないっていう点もあるっちゃあるんですけども、まあ、あった方が見やすいし、さらに僕の場合ですね、ちょっと編集凝ってて、こんな感じでちょっと文字をね、装飾してるじゃないですか。あの、こんな感じで。装飾してたり、あと右上とか左上とかのこういう文字、まあ、装飾してるじゃないですか。こちらはですね、はい、こちら、Photoshop という Adobe のツールですね。こちらを使っております。これ背景は透明なんで、ここの文字だけね、編集して、まあ、やるっていう感じですね。
はい、こんな感じで、いつも字幕は作っております。これね、毎回一個一個の字幕こうやって作って書き出しては、あのさっきのね、動画編集ソフトに貼り付けています。で、これはですね、もちろん、画像編集ソフトなのでいろんな感じで編集したりできます。例えばこれ金色なんですけども、なんだろう、例えばこのちょっとグラデーションかけたり、あとよく使ってるこれとかですね。で、まあ、境界線の色を、まあ、変えたり、周り光らせたりと、まあ、こんなことができますね。こんなことを、字幕つけてやっております。で、あとは、効果音とか BGM ですね。まあ、BGM は、騒音のない世界観っていう、まあ、YouTube に投稿しているフリー BGM を作っている方ですね。まあ、ジュリマツさんっていう、あの昔いた YouTuber さんが使ってて、そこから気に入って、この騒音のない世界観の、ソレイキワンダーランドっていう曲を使っております。で、あとは効果音をつけたりですね、しています。あ、そうだ、言うの忘れてた。編集ソフトは Adobe の Premiere Pro というものを使っております。で、あとはエンディングですね。これ、まあね、これ、ニコニコ星見てる方ならわかると思うんですけども、このアニメでもおなじみのこの、エンディングですね。こちらも、はい、この Photoshop というね、もので作っております。なので、あの、毎回ね、この文字編集したり、ここの画像差し替えたり、まあ、こうやって使いまして、作っております。っていうので編集はこんな感じですかね。で、あの左側にね、これ字幕たくさんあると思います。これやばくないですか。これ全部で91個の字幕を作って、これ書き出してはこうペタペタ貼ってってるっていう感じですね。まあ、一個一個、まあ、結構ね面白くなるように装飾したりして作っております。全部で90個のね字幕、この動画ではね作りました。はい、最後の工程として4番目、サムネですね。で、このサムネイルはですね、まあ、ブログを先に書いているので、ブログのアイキャッチ、まあ、サムネみたいなもんですね。それでもうあらかじめ作っていることがほとんどです。で、こうやって、まあ、これも Photoshop というね、ソフトを使って、まあ、作っております。こんな感じで、まあ、文字ね、編集したり、あとは、まあ、いろいろ画像貼ったりとか、まあ、そんな感じで作ってますね。サムネ制作は、まあ、時間はそんなかかんないですね。大体10分くらいで終わるんですけども、まあ、デザイン考えたり沼ったりすると、まあ、2時間とか普通に時間取れていきます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、いつもね動画作るのは大体こんな感じです。もちろんね撮影はあの猫背とかやる場合はあの iPad のねゲーム画面を収録して、まあ、編集するという、まあ、そんな感じもあるんですけども、大体はこんな感じで作っております。この動画結構時間かかって6時間ですね。はい、ということで今回は動画ができるまでを紹介していきました。ぜひよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。最近ねありがたいことにチャンネル登録者数の伸びがとても増えていて、投稿主としては結構ね嬉しいところなので、ぜひまだチャンネル登録してない方はぜひお願いいたします。ということでケンノシーチャンネルでした。